7月29日のアストロズとの試合で、大谷翔平の第4打席で、物議を醸す場面がありました。審判の曖昧な判定により、大谷はストライクアウトを受けました。7回の第4打席、ドジャースが3対2でリードし、2アウトの場面で、大谷はアストロズの新人キングと対戦しました。防御率1.75で、過去11イニングで、ホームランを許していないキングが、時速93.8マイル、約151キロの速球を、大谷に投げました。 この投球は、ストライクゾーンを外れていると評価されましたが、審判はストライクと判定し、大谷はストライクアウトとなりました。この判定に、大谷は不満を示しました。彼は、審判に向かって顔をしかめ、首を振って抗議しました。MLB の公式サイト、ベースボールサバンでも、この投球がストライクゾーンを外れていることが確認されました。しかし、審判の判定は覆らず、大谷とファンからの不満を招きました。 日本の SNS では多くのファンがこの判定に対して不同意を示しました。間違った判定だ。大谷はよく耐えたといったコメントが溢れました。日本からの反応とは対照的にアストロズのスタジアムでは観客がこの判定に興奮し喜びました。大谷がアウトになると大歓声が沸き起こりました。 6月には素晴らしいパフォーマンスを見せた大谷ですが、7月に入ってからは、ストライクゾーンを外れた明らかなボールで、ストライクと判定されることが多くなり、ストライクアウトが増えました。その結果、彼の調子は低下しているようです。6月の校長時、大谷はボールがよく見えていて、ストライクだけを打って、ボールには手を出さないと語っていました。しかし、誤ったストライク判定が続くと、彼の調子が影響を受けるのも無理はありません。 審判によって判定の差はありますが、この状況が続けば AI 審判の導入が必要になるでしょう。全体的に見て、大谷の判断は間違っていません。明らかにストライクゾーンを外れたボールでした。しかし、大谷だけでなく、ドジャースのベッツやスミスも同様の問題に直面しています。審判はティオやフリーマンのストライクゾーン外のボールを見逃すことが多いようです。最近の SF との試合は本当にひどかったです。 反対の声があっても AI 審判の導入は現実のものとなるでしょう。MLB のトッププレイヤーは数秒で吸収を見分けミリ単位の精度でボールを打つことができます。彼らはボールがストライクゾーンを通過したかどうかを認識できます。一方、訓練を受けた中年や高齢の審判でも判断能力が低下している場合があります。上からの視点では距離や高さの判断が難しくなることもあります。 AI 分析技術とカメラの進化により人間の判断能力に依存することには限界があるようです。AI がストライクかボールかを判断しイヤホンを通じて審判に伝えることで個人差を排除できると信じています。以前から MLB では内側の球をストライクとし外側の球も少し外れていてもストライクとみなす傾向があります。これは乱闘を避けるためです。しかし試合ごとに審判の判定は異なります。 以前は画面上にストライクゾーンの画像がなく、カメラの角度も一貫していなかったため、判定は相対的なものでした。私は大谷がこのような状況に直面することが多いと感じますが、一方で一郎はストライクゾーン外の球に影響を受けることはほとんどありませんでした。これは大谷が改善すべき点かもしれません。左投手が大谷にストライクゾーン外の球を投げる場合、それをストライクと呼ぶのは理解できます。 しかし、右投手の場合、その投球は明らかにボールです。MLB の審判はよく、そこから投げて、ここを通り、あのグローブに入ったなら、ストライクと判断します。これらの判断は、カーブ、スイーパー、バックドアの投球によく見られます。それが明確でない判断であっても、避けられないことだと思います。大谷と審判のストライクゾーンの違いは、大谷が安定したストライクゾーンを持っている時には、問題ではありません。 しかし、彼のストライクゾーンが乱され、彼がボールを追いかけなければならない場合、それは彼のバッティングフォームを崩し、よくありません。大谷が言ったように、彼がよく走れるときは、下半身が安定しており、打てる球だけを打つときに、打率とホームランが増えます。大谷は対戦相手だけでなく、審判とも戦わなければなりません。審判がミスをする日は、大谷はうまく打てないことが事実です。 大谷が好調になると、ご判定も増えるので、MLB と審判の悪意を感じます。審判の判定の正確率を、公開すべきだと思います。審判には、選手を退場させる絶対的な権利があるので、選手のように、評価システムと成績の公開が必要です。アストロズとの試合だけでなく、多くの試合で、大谷は、審判の不可解な判定を受けました。7月5日のマーリンズとの試合で、大谷は、審判の不当な判定を受けました。 ドジャースが1点リードしているとき、大谷は高い決意を持って打席に立ちました。この状況で大谷は対戦相手の投手校、ビンバーンズのカッターに騙されました。大谷はこの投球をボールと判断し、一塁に向かって歩き始めました。しかし審判はそれをストライクと判定し、大谷は戻らなければならず、結果として三振となりました。ドジャースのスタジアムは観客のブーイングで騒然となりました。 特に日本のファンはソーシャルメディアで審判の判定に対する怒りを隠しませんでした。SNS には大谷のストライクゾーンが通常より広く審判が不正確な判定をしているというコメントが多数見られました。MLB コムによるとバーンズのカッターはストライクゾーンの外縁に位置しており非常に難しい状況でした。しかしバーンズの最初の投球である高外角のスイーパーは明らかにボールでしたが審判はストライクと判定しました。 これにより、状況が完全に変わり、大谷は不当に三振となりました。7月12日のフィリーズとの試合で、相手の最初の投球は、内角のボールで、わずかにストライクゾーンを外れていました。しかし、審判はそれをストライクと判定し、大谷は、驚きのあまり苦笑いを浮かべました。現場の解説者も、それは明らかにボールだ。ひどいと叫びました。確かに、最初のストライクが、この試合の結末を決定しました。 最初の投球がなければ、大谷は2球目を見極めて、2ボールの状況から始めることができたかもしれません。そのカーブボールは本当に完璧で、大谷がバットを振ったのも理解できます。しかし、最初の投球がボールであれば、そのカーブボールは投げられなかったでしょう。審判の不明確な判定により、彼は不当な三振を経験しました。これは、彼の個人成績に影響を与えるだけでなく、モチベーションや投手を低下させます。 重要な要素として、審判がストライクゾーンを評価する方法があります。MLB は、ストライクゾーンの判定を支援するために、ホークアイシステムを導入していますが、審判の判定が、このシステムのデータと一致するとは限りません。これにより、論争を引き起こし、選手に悪影響を与える判定が生じます。また、大谷のプレーにおける、心理的要素も考慮する必要があります。審判の不明確な判定による三振は、イライラや心理的なプレッシャーを引き起こす可能性があります。 MLB のトッププレイヤーである大谷は常にファンやメディアからの大きなプレッシャーに直面しています。不公平な判定はこのプレッシャーをさらに増加させ彼のパフォーマンスやプレー能力に影響を与えます。大谷は多くの試合で困難を乗り越え安定したパフォーマンスを維持する能力を証明していますが不明確な判定による三振は依然として大きな課題です。 これに対処するためには、彼は忍耐力と感情管理の能力を持ち、不公平な判定からの悪影響を受けないようにする必要があります。2024年のシーズンを振り返ると、大谷が不明確な判定による三振を受けたことが、多くのファンやメディアの関心を集める、ホットな話題になっています。これにより、審判システムの改善と、判定の透明性の向上が重要であることが示されています。 ホークアイのような技術の導入は大きな進歩ですが、すべての試合で公正性と正確性を確保するために、この技術の使用において一貫性と調和が必要です。これらの状況は審判システムの改善とフィールド上の判定が可能な限り、公正かつ正確に行われることの必要性を思い出させます。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。